皆さんこんにちは、陶磁の川石美沙です。今日も柳区 YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。実はこの YouTube チャンネル多分10日ぶりぐらいに撮るんですけども、ちょっと1週間ほど出張に出まして、その間撮れてなかったのですごい久しぶり感です。柳区チャンネル、今日は10月1日なんです。実は10月1日って何の日か皆さんご存知でしょうか？いや、わかんない、聞いたことないです。10月1日、多分普通の人は知らないと思うんですけど、日本酒の日なんです。それは知らなかったです。多分この業界とか日本酒がめっちゃ好きな人じゃない限り知らない日だと思います。じゃあなんで10月1日が日本酒の日だと思いますか？10月の日、ポッキーの日はね、11月11日とか分かりますポッキー、何やろ、全然お酒関係ない、語呂合わせできないですよね。あー、そうやね、酒の日やったら3月そう、3月みたいな感じで、あまり知られてない日本酒の日なんですけども、2つ意味がありそうです、由来が。へー、はい、10月に入ると、新米ができるので10月から日本酒を作り始める蔵が多いので10月1日っていうのと、あと酒ありますよね。酒、三水の右側、鳥って書いて鳥ですよね、十二支の鳥、はい、でこの10月は鳥で、この鳥はもともと酒壺や酒そのものを意味を表しているので、10月1日が日本酒の日として制定されたそうです。あ、そうなんですね、はい、これちょっと分かりにくいですよね。あ、でも一応1978年私の生まれた年から10月1日が日本酒の日になったそうなので、すごい、かれこれ42年間10月の1日は日本酒の日ということだそうです。で本来ならば毎年全国乾杯一斉イベントとか全国各地でイベントがあったんですけど、今年はコロナウイルスの影響でオンラインでやるところがもうほとんどです。なので私たち10月1日は結構忙しい日だったんですけど、今年は暇です残念ながらはい、で今日の動画はもううちも酒造りが始まってます。で今年はどんな酒造りをするのかをちょっと説明したいなと思ってます。前にね、杜氏のお仕事シリーズで、酒造りにはいろんな帳面が必要だっていう話をしたんですけど、酒造りを始まるにあたってもいろんなものを作ります。はい、でまず何を何本作るかっていう製造計画と呼んでるんですけど、こんな表を作ってます。ちょっとちっちゃくて見にくいか、こんな表を作ってます。今年は1から17本お酒を仕込みますよっていう全体の計画書です。まあ、1号は純米の初搾りを作りますとか、2号は純米のミサを作りますとか、まあ、それが半分スパークリングになるよとか、で3番目は純米の柳区作りますっていうような、こんな感じで、1から17番まで何を作るかっていうラインナップと、あと、まあ出来上がった酒は何に詰めていくかとか、あとはどういう酵母を使うとか酒母を使うとか米を使うかとかっていう風なものを作ってます。でこれはまあ本当にこの計画表を見てうちの蔵の人たちは動いていきます。で今年は残念なことにいつもは30本ぐらい、タンク30本使うんですけど、今年はちょっと少ないです、20本切ってしまってます。あ、はい、残念ながらこれはコロナウイルスの影響で今年はちょっとかなり数が少なくなってきてしまっています。でこれね、ちょっと面白いっていうのはあれなんですけど、見えちゃいかなってことそうですね、企業秘密のところは隠しましょう隠しとこう、いろんなことこれ書いてるからこれね、この表パッと見て
色とりどりやと思うんです。はい、カラフル、カラフルで、特にカラフルなのはこの米なんです。500万石の 70% は黄色っていう色なんです。で、夢錦、これ、あ、これ村田夢って書いてるのは村田さんが作った夢錦っていう意味で村田夢って書いてあるんですけど、村田さんの夢錦だったらの 70% だったらブルーで、山田錦の 70% だったらピンク、山田錦の夢、これは組合から入ってくる米は青とか、あけぼのになったら 何もない黒とかっていう風に米の品種と精米具合によって色分けしてます。これなんでそんなことしてるかっていうと、これが11月のもうね、これ酒造りが始まったらもう9月から12 3月までの予定をバーッと取ってもスケジュールが立ててしまうんですね。もう3月、これ出してないんですけど、もう3月までこういう風に計画表を立ててます。何をいつ何をするかっていうので、まあ、これちょっととある11月の日なんですけども、11月の8日だったら6号の米が10キロ、元6号の25キロ、添え6号の33キロ中って書いてあると思うんですけど、これは麹に使うお米をこの日蒸しますよっていう意味です。で、青色なので、これ青色の日はこっちで見ると山田錦の 60% っていうのが分かるんです、山田錦の60をこの日は米を蒸すよっていうことが、これを見て一目瞭然でみんなが分かる。で、例えば11月の18日になると麹の止め麹が7キロ44キロピンク、ピンクなんで、これは山田錦の 70% 分かりやすい、はい、で、黄色、こっち黄色、500万石の70キロが添えのかけ米に入るっていう風にします。これでみんなが何をするかっていうのが分かる。で、色を分けている。で、米の間違いもこれでないという風に色分けしてます。これはもう昔、私の前の当時さんからこういう色、米の品種によって色分けをしてるっていうのことをやったので、私も引き継いでそれをやってます。で、これね、まあ、昔はクレヨンとかで書いてたり色付けとかしたんですけど今はエクセルとかでやってます。前の当時さんとかは1ヶ月単位でしてたんですけど、今私も製造時期全部そういうことに3月までやってしまうことにしてます。で、いつ作った酒をいつ絞るかまでも一応これ予定を書いている今日なので、で、いつ絞るかも分かればいつ何を瓶詰めするかも分かるので、みんながもうある程度この日にはこれの酒ができるんだよっていうのが分かるようにしてます。ただね、これ私一人でやってると絶対間違うんですね。で、今回もバーッと作ったんです。で、蔵の2人にお願い、チェックお願いしますって見せたら、この付箋が入ってるところは何や、間違えてるよっていうコメントが返ってきました。これ41キロじゃないですよ、38キロですよ、お墨前41キロじゃないですよ、40キロですよ、で、なんか前の表では合ってますけど今の表でも合ってますよっていうようなそれぞれのコメントが返ってきます。でもこれ前までは一人でやってたんですけど、仕込み間違いになって、わ、米がなんか違うんですけどっていうことがただあったので、これは2年前からみんなにチェックをしてもらう、作った時点でチェックをしてもらうようになってからはすごくスムーズにするし、あともう3月まで予定を立ててしまうので、みんながもう大体頭の中でこの酒はここに仕込むんだっていうイメージを取れるようになるようになったので、これはすごく最近そうしてよかったなと思ってます。なんか私の重圧も時間が取れました。途中で米がなくなったことはないんですけど、なんかなくなりそうになった事件とかは過去あったんで、ちょっとしたミスで、これはすごく防げていると思ってます。で、まあ、こんな感じでいろいろなんか何だかんだと用意をして、もうすでに始まってるんですけど、ちょっとずつ作業にしてます。あと、まあ、こんな感じでね、1号の仕込みだとどんな仕込み配合にするかとかっていうのを細かく作ってます。で、その前の年のなんか溶け方とか見て、ちょっと水を多くしたりとか水を少なくしたりとか、麹の分量を多くしたりとか少なくしたりっていうのを
毎年ここでこんな感じにしてます。これが一番ちょっと、まあ、うちの肝みたいな感じになってきます。去年ちょっと甘かったな、もうちょっと辛いの作りたいなと思ったら水をちょっと多めにしたりとか、ちょっと味わいがしっかりさせたいなったら麹を増やしたりとかっていうのをこの棒で調整をしています。すごい、数字だらけですね。数字だらけです。これがなんかだんだん分からない、自分でも分かんなくなってくる時があるんです。で、あとこれも大変なんです。米をどれだけ発注しないといかないかっていう計算も、これを間違えるとまたね、米屋さん、あの農業あの組合と組合さんとか精米所さんに迷惑かけるんで、あの米がどれぐらいいるか、いつの時期にいるかっていう計算もしてます。これももういっぺんにやってしまってます。500万個やったらこんだけ入れようとかっていう入力を計算もしてます。で、まあ今年みたいにとにかくイレギュラーで、去年の今頃の時期にはまさかこんなコロナの影響、こんなことが起こると思ってなかったので、うちの場合は大体、始まる時期から1年と4ヶ月ぐらい、だから9月から始まって来年の1月2月ぐらいまでにこうくるっとお酒が回るように、フレッシュローテーションで回るようにっていう計算でしてるんですけど、去年の今頃はこんなことが起こるとは思いもしなかったので、やっぱりこう在庫が多いですよね。段階で2月ぐらいから影響が出始めてたので、去年の時点で作る量をちょっと絞っ減らしたりとか、あとはもうとにかく冷蔵庫に温度を低くしてフレッシュな状態を保てるようにということで、冷蔵庫の温度を下げたりとか、普段敏感火入れをしないものを敏感火入れしたりとか、小ロットにしたりとかっていう風にして、できるだけこう今の出来上がったお酒の品質を落とさないようにっていう工夫を しています。で、まあやっぱだいぶ冷蔵庫の温度ともう全部微貯蔵をしているので、去年作ったお酒はすごく今いい状態で管理ができているので、その今あるお酒と今年の できるお酒とのバランスを見ながら出荷をしていきたい。また頭の中には冷蔵庫のキャパと今できた今日今回作ろうお酒がきっちり入ってくれないと、どっかでまたオーバーしてしまうので、そして出ていってくれる量を考えながら、頭のイメージにこうこの先はここで今出てくれたら次ここで足りなくなるから冷蔵庫に入れてみたいなことを考えながら、もうパニックですね。でもなんか夢に声ばかり出てきて、でいざ酒が足りなくなったら、ね、もう酒売るものがなくなってしまうので、それがないようにこう頭の中で計算をしながらやって、これがもう出来上がったらもうザッサ仕込みが始まるとっていう気分になってくるので、もう明日からですね、本仕込みが始まっていくので、いよいよ明日から令和2年が本格的に始まっていくと思います。まあここから先は YouTube でのお酒作りの様子を上げていきますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。はい、今日の動画は、まあ、当時の仕事の、まあ、こんなこともあるよみたいなお話、酒作りの前の当時の仕事を紹介しました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。この動画面白かった方、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、またよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。